どうぞ。青森県八戸市にある八戸シーガルビューホテル花と月の渚支配人久慈でございます。この度の震災において皆様には大変ご心配をおかけいたしましたが、現在は元気に営業いたしております。当ホテルは太平洋を眼下に臨み、三陸の新鮮な海の幸をふんだんに使用した料理がお楽しみいただけます。また三陸産の昆布を使った名物の昆布風呂が一押しでございます。ご宿泊お食事をごゆっくりご堪能ください。八戸はこれからウニやアワビの美味しい季節になります。皆さんぜひ八戸に魚介を食べにおいでください。お待ちいたしております。頑張ろう八戸。